パーク軍はアメリカ合衆国ワイオミング州にある軍。2005年の推定人口は26,664人で、軍庁所在地はコーディである。軍の大部分はイエローストーン国立公園が占め、国立公園だけで軍の面積の53%以上にもなる。パーク軍は1909年に組織された。アメリカ合衆国統計局によると、 この軍は総面積18,048平方キロメートルである。このうち17,981平方キロメートルが陸地で、68平方キロメートルが水地域である。総面積の0.37%が水地域となっている。パーク軍はその同盟の軍と州を隔てて隣り合う国内でも珍しい軍の一つである。パーク軍は観光業が 基幹産業となっており、軍内には、バッファロービル歴史センターやコーディ市のロデオ祭り、西部開拓時代を模した、資料館のオールドトレイルタウンなど、多数の施設がある。2000年現在の国勢調査で、この軍は25,786人、13,094家族が暮らしている。人口密度は1、平方キロメートルで、1、 平方キロメートルの平均的な密度に11,869件の住居が立っている。この軍の人種的構成は白人96.46%、アフリカン・アメリカン0.09%、先住民0.47%、アジア系0.44%、太平洋諸島系0.05%、その他の人種1.41%、及び 本決1.08%で人口の3.72%がヒスパニックまたはラテン系である。人口のうち26.3%がドイツ系、13.3%がイングランド系移民の子孫である。1312世帯のうち30.10%は18歳未満の子供と暮らしており、58.90%は夫婦で生活している。 7.10%は未婚の女性が接待種であり、31.20%は家族以外の住人と同居している。26.20%は独身の居住者が住んでおり、10.00%は65歳以上で独居である。1世帯あたりの平均人数は2.42人であり、家庭の場合は2.92人である。 軍内の住民は24.40%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が9.10%、25歳以上44歳以下が25.20%、45歳以上64歳以下が26.70%、及び65歳以上が14.50%にわたっている。中央値年齢は40歳である。 女性100人ごとに対して男性は95.00に見て、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は93.10にいる。この群の世帯ごとの平均的な収入は35,829ベイドルであり、家族ごとでは41,406ベイドルである。男性の33,452ベイドルに対して、女性は2500ベイドルの平均的な収入がある。 この軍の一人当たりの収入は18,020米ドルである。人口の12.70%及び家族の8.40%は貧困戦以下である。18歳未満の16.60%及び65歳以上の8.30%は貧困戦以下の生活を送っている。軍内のバッファロー・ビルダム都市長、国勢調査指定地域その他、 ワイオミング州ーパーク群の基礎情報。全国カウンティ協会。2008年9月21日へ閲覧。2000年国勢調査の概略ファイル一完全版。アメリカ合衆国統計局。2008年9月21日へ閲覧。アメリカ合衆国統計局。2008年9月21日へ閲覧。アメリカンファクトファインダー。ユナイテッドステイツセンサスビューロー。 http://factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。